せてもらってるね、ホストクラブの店舗に、元ジャニーズジュニアのね、吉岡蓮くんって子がいてるんですけど、その子がね、まあ最近 YouTube を始めまして、まあ皆さん見てあげてくださいね。概要欄に貼っておきますので。で、まあその子とね、コラボしちゃいましょうということで、ござんすござんすござるまるイエーイ、お猿のお尻イエーイということでね、早速、お猿のお尻こと、吉岡蓮くん。いや、クラウスという店舗では、キサラギレラ、キサラギランという名前でやっております。登場していただきましょう。ラリルレンレン、いいんですか、いいんですか、こんな僕が出ていいんですか。いや、ジャニーズの歌ちゃうやん。はい、ラリルレンレンさあ、今回コラボということなんで、いや、初めてですね、コラボはね。ちょっと、まあ緊張すると思うんですけど、めちゃくちゃ緊張してます。今日はですね、レンレンにやってほしいことがありまして、はい、僕たちメンバーがね、もうちょっとで来ますんで、僕の中でね、ジャニーズさんというのかな、なんかそういう人たちってこう、まあプライド高くて、ちょっと尖ってるイメージがある。まあね、個性は結構強いですよね。いやね、はい。で、まあまあ俺はさ、レンレンと接する機会が多いけど、他のメンバーって多分初めて会ったぐらいの、ね、挨拶程度ぐらいな。ちょっと演じてほしいんやけど、態度悪くトゲトゲした、もっとジャニーズでしょ、お前らみたいな、ちくわみたいな顔してるもんみたいな感じの顔の雰囲気で、結構分かりやすくやったと思うんです。あ、分かりやすくやった、分かりやすい。でもバレないでね、絶対。あ、オッケー、バレない程度に調子乗った感じで。そうそうそう、分かりました。いや、ほんでね、僕最近ちょっとこう指こういう癖があるんですけど、ほんでですね、まあこれを、はい、多分やっちゃうから、はい、こうなるたびにパターンするなり、なんかちょっとアクションもしてほしい。バレたんで、バレ、それもバレずに、バレずバレず、それバレた僕の負けですね。負け、うん、負けです。メンバーに手出るかもしれない。何分かっとんねんって言って、うん、これをじゃあ女優さんがやったら、うん、ね、僕がなんかするということ。そうそうそう、はい、ちょっとお願いしますわ。それでは、元ジャニーズジュニアの吉岡蓮くんがすっごい態度悪かったら、メンバーはどんな反応をするのかな。待てで、よいしょ、でもう終わりだったのですか。次のドッキリでしょ。いや、これ2時間かかってる。2時間めっちゃかかるんですよ。ありがとう。おいっす、おいっす、おいっす、狭い、すごい、思ってる以上に。あ、あのあれ、一応クラウスにも働いてくる。まあ、レンレンって名前で YouTube やってたんで、すごい書いたんですけど、あれよ、入れるわ入れるわ。どこまで、何やってるんだ、もっとやってるよ、趣味やってますね。面識はあんの。僕が見てる動画、動画でちょっと見たことあるな。だ、誰を、ちなみに知らん人はあんまり見てないな、こいつ見てないなみたいな見てたあんま興味ないな見てたあんま誰もまあまあ処理さんしかまあ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 そうそんなんやろ、おかしいやん処理さん今あんま面白くないまあ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 あんまりな、あんまり一緒に残ってないってなんですよ。ああ、そう、ちょっと認めてしまうからな、それは先輩確かに、確かにじゃないよ、よすぎんねん。個性に染めてんねん。個性伸ばしたいな。ノッポに関しては食べてるだけで個性や。扉入ってこられへんしな、こういう方で。こういうとこやな。そういうとこや、そういうとこやり、たぶん。ほんで、なんか YouTube やり始めて。あ、そう、だまあ、もともと自分の知名度があるからさ。世の負けんじゃん。世やな。すごいもんな、でも、そういう知名度。うん、そやな。見てます。あ、めっちゃ見てる。見てる、うん、だって、有名人だしな。本物の、これ言ったらあんま考えなかった。本物の本物のやつじゃない。今来た。ちょっと、毎日いや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 、最近アグレッション出勤たんでめちゃくちゃいいっすよ。あ、それは聞いてるよ、それはしっかり聞いてて。どういうこと、出勤は普通に毎日じゃないですか。さあ、誰かなることやな。そうなんです、そうなんです。まあ、一回じゃ、呼ぼう。そうでしょ、呼ぼう。そうなんですか。それだって、今日は一応紹介したかったから。今結構いろいろランのランって言われたの、結構こっちが分かんなくなるんですね。お前さん、座りましょう。座ろう。すぐさん、いいですか、ちょっと座ってね。
まあ一応その YouTube 先は始めたから、あの紹介していこうかなっていう。ああ。この感じめっちゃやりそうなやつやね。確かに。いいよ、これでやん。え、ごめん。もう全然、俺の声じゃ聞こえないよ。トイレ、トイレだもん。あ、じゃあ、すいません。すいません。ここで。あんな感じだよ、普段から。ジャニーズだからですか。うん。あ、そう、知らんのか。あの絡みじゃないのか。そうっすね。あれ何歳からやってるんですかね。あれも4歳4歳から。やっちゃいますね。でもなんかバカでマジじゃないですか。誰が教えちゃう。いやでもおもろいな。なんか思ったのちゃいますね。それも思いますね。なんかあのジャニーズは笑顔を振りまくって。あー、笑顔やったよ。あ、あんな感じじゃなくてクールだよな。うん、まあ、彼が一番思ってるみたいな。何ですか。いや、マッシュ思ったちゃうやん。ちゃうかよ。お客様全員全員してた。あ、お客さんが、うん、これです。へぇ、結構やっぱ気に入りますしね。まだそういうことやろな。もやこ、なかった。あー、そう、僕です。マッシュね。え、こう、ああ、全然、そうですね。そらせやろ、こんな。前を置いとって。あ、いったん、いったん、いったん。ここに営業かけてどうするんですか、それ。いやぁ、まぁ、あ、まぁ、なしだ、あんましゃない。お前はもうオフで行く。全然、こっち系です。思ってらったのと ちゃうかもしれん、みんなが。でも、いい子やね、めちゃくちゃ。もう、もう、平然と。それは俺の好きみたいな。ちょっと待って、好きな。もう、分かるんだよ。てっけるびっくりした。すいませんでした。すいません。いやいや、ごめんなさい。どういうことか。はい。と分かってないと思うんやけど。なんなんですか。何のドッキリか分かんないですね。何なんですね。ドッキリや。ドッキリやで。何がドッキリかあんま分かんない。ジャニーズジュニアの子が、まあ俺がさ、みんなにあのちょっとめっちゃいい子やねんって言ってたやん。前も。はいはい。やのにまあちょっとツンツンしてたらみたいな。うん。そうそうそう。すいません、なんか。めっちゃええ子やから。全部演技なんで、よしください。逆にすごい。すいません。たぶん、普段これしてないですよ。トイレのティッシュ。お前は喋んな。いやいや、トイレのティッシュだけは絶対ガチやったと思う。ガチでしてたと思った。